一致は商社勤めの夫と息子の3人暮らし。ある日、出張に行っているはずの夫が、車に女性を乗せていたのを息子が目撃してしまう。その話を聞いた一致は、こっそりドライブレコーダーの記録を確認し、夫が別の家で浮気相手と暮らしているのを知り、ショックを受ける。一度は許そうと思ったものの、ドラレコに録音された暴言を聞き、頭に来た一致は、夫が出張に出た隙に、仕返しすることを決意したのだった。出張と嘘をつき浮気する夫。夫のものを浮気宅に送り、引っ越した結果、夫が浮気しているかもしれないの。こういう時って、どうすればいいのか、誰か教えてほしい。ちょっと落ち着きなさいよ。いい大人なんでしょ、まず自分の頭で考えたら。ショックなんだろうけど、本当に浮気してるか確認するのが先じゃない？そうか、そうだよね。実は浮気してるかもって言ってるのは、私じゃなく息子なんだ。ここ数日、食欲が落ちてて、思い悩んでいたようなので、昨日思い切って問い詰めたら、打ち明けてくれたの。昨日、友達の A 山の家でゲームした帰り、ショッピングモールの近くを通ったんだよ。そしたら、うちの車が、スーッと僕を追い抜いていったんだ。僕、母さんが運転してるのかと思って、乗せてもらおうと追っかけたんだよね。家の車はスカイブルーなので、かなり目立つ。だから息子がそう思ってもおかしくないのだが、私は昨日運転していない、というかできない。なぜなら出張に行く夫が、空港に行く足として乗って行ってしまったからだ。そのはずなのだが。そしたら乗っているの、父さんだった。それに、一人じゃなかったんだ。助手席に髪の長い女の人が乗ってたんだよ。と、息子は顔をしかめながら言った。私の髪はボブカット。息子がその時何を思ったのか、想像するのは簡単だった。ぼーっと見てたら、駐車場に入って、二人で手をつないでモールに向かって行ったんだ。一応念のため、車のナンバーも確認したけど、やっぱり家の車だったよ。ねえ、母さん。父さんって、まさか。青ざめる息子をなだめるため、私は適当なことを言ってしまった。出張が早く終わって、モールで買い物したいと、部下に頼まれたのだろうとか。もしかしたら仕事中に、昔の同級生に会ったのかも、とか。今年の春、難関私立中学に受かって、飛び型化を生むなんて言われるほど賢い息子は、全然信じてない顔をしていたが、それ以上何も言わなかった。確かに夫は、出張がこの頃増えている。私と夫は、夫が今も勤める商社で出会った。私は事務方だったが、営業の人たちが、月に何度も出張に行くのをよく見ていた。だから敏腕営業マンの夫が、出張が多いのは仕方ないと思っていたのだが、もしかして出張というのは、嘘だったのかもしれない。それでも私は、夫に聞くのをためらっていた。息子は私立中学に入ったばかり。これからますますお金がかかる。家のローンなどがないとはいえ、主任クラスの夫のお給料だけではカツカツだ。だから私も、家計の足しに、パートに出ようかと考えていたくらい。そんな時に、息子の話を鵜呑みにして、浮気だのなんだの責め立てたらどうなるか。多分、私はこの生活を失うのが怖かったのだろう。まず、本当に浮気しているのかを確認しなきゃ。でもどうやって？悩んでいる時、私は最近、車のドラレコを変えたことを思い出した。点検でディーラーに車を持って行った時に、新しいドライブレコーダーを勧められ変えたのだ。あれって確か、10時間以上録画できるって、ディーラーさんが言っていたはず。その記録を見れば、夫が空港に行ったのかどうか、わかるんじゃない？直接問いただせない私には、この思いつきは渡りに船だった。私は夫が帰宅したら、絶対に記録を確認しようと決意した。2日後、帰宅した夫はいつも通りだった。出張先の山口の名家を持って、機嫌よく息子に渡しているのも普段と同じ。これ、お土産。俺がいない間、ちゃんと勉強してたか？だが息子はわだかまりがあるのだろう。無言で受け取るとそのまま私にパスし、自分の部屋に行ってしまった。なんだ、あいつ。反抗期かよ。のんきな夫の言葉にイラッとしたが、私はその気持ちを抑え、夫に聞いた。あなた、出張中ずっと山口にいたの？ああ、ずっといたよ。ビジネスホテルにずっと缶詰で、気分は囚人だったよ。先方との交渉も難航したし、今回は疲れたなー。いやー、特別手当が欲しいくらいだ。おどけたように笑う夫は、私の目には嘘をついているようには見えない。こんな夫が、ショッピングモールに女性と行ったなんて、息子の見間違いじゃないの。つい、そう思いたくなってしまった。でも、あの息子の悩んでいる姿も、私は忘れられなかった。仕方なく私は夫が寝た後、車のキーを持って、ドラレコの記録を確認しに行ったのだった。
次の日、夫が会社に行った後、私は SD カードを見ることにした。昨夜、ドラレコから抜き出したものだ。パソコンにコピーし、再生する。そこにあったのは、空港とはまるで違う方に向かう映像だった。私の住む県では、空港は山の上なのだが、どうも車は下町エリアに向かっているようだ。1時間ほどのドライブの後、止まったのは、一軒の家の前。その家の表札がカメラに映ったのを見て、私はショックを受けた。だってそこには、夫の名前と女性の名が、まるで夫婦のように並べられていたからだ。車はその家の車庫に入り、そこで一旦映像が止まった。どういうことなの？ここは一体、どこ？夫の名字の表札があるが、義実家ではない。こんなところに、夫の親戚が住んでいるなんて、今まで聞いたこともないし。第一、夫の名前が表札に出ている意味がわからない。まさかあの人、重婚してるんじゃ。その可能性に思い当たった私は真っ青になったが、すぐ平静を取り戻した。なぜなら息子が中学に合格してから、お祝いに海外旅行に行こうと義両親に言われ、パスポートを作ったのを思い出したからだ。自分の母校に受かった息子を、義父は特に可愛がってくれている。孫とヨーロッパ旅行だと張り切る義父に言われ、私は慌てて戸籍を取り寄せたのだ。あれには私と息子の名前がちゃんと載っていたから、夫が重婚なんてしているはずがない。じゃあ一体、どういうことなの？考えがまとまらないまま、私は残りの映像をチェックすることにした。すると、息子が見たと言っていた、髪の長い女性が乗り込んでくる場面が出てきたのだ。あそこのショッピングモール行くの、久しぶりで楽しみ。レストランも増えたらしいから、チェックして良さそうな店に入ろうよ。B子はグルメだからな。その下、信用してるぜ。おだてるのうまいんだから。でも任せといて。機嫌が良さそうな夫の声と、舌足らずな若い女性の声が車内に響く。家からショッピングモールはすぐだったのだろう。駐車場に着いたところで映像はまたストップした。そんな画面を見ている私も、フリーズしてしまっていた。やっぱり息子が見たのは夫だったのね。夫は出張にも行かず、あの女性とずっと別の家にいたってこと？それとも、出張自体が、嘘？頭の中がぐちゃぐちゃで、まとまらず、私はパソコンの前に長い間座り込んでいた。自分が知っていることを伝えて、一度は夫を許そうと思った一致。しかし再度出張に夫が行った後、ドラレコをチェックすると、夫と浮気相手はひどい暴言を、一致と息子に向かって吐いていた。堪忍袋の尾が切れた一致は、夫と浮気相手に制裁することを決意したのだった。ドラレコの映像を見てしまった私は、鍵が全然手につかなかった。そんな私を心配したのだろう、帰ってきた息子が声をかけてきた。母さん、具合悪いの？食事作るの大変なら、僕がレトルトのカレー作るから、休んでていいよ。こんな優しい子に心配かけるなんて、私はなんてダメな母親なんだろう。そう思うと情けなくて、涙がこぼれてきてしまった。ボロボロと泣く私に、困った顔をしていた息子は、やがて何かを決意したかのように言った。僕、母さんの味方だから。何かあったら、母さんについてく。それだけは覚えておいて。真面目な息子の顔を見て、私は後悔した。自分がうじうじしているせいで、息子にまで、重荷を背負わせてしまったと思ったからだ。ありがとう、でも大丈夫よ、心配しないで。さあ、ご飯にしましょう。お父さんは、遅いみたいだから。私は息子の顔を見て、決意していた。夫に浮気していることを知ってると言おうと。そして、今なら謝れば許すと伝えるのだ。夫が帰ってきたのは、深夜近くになってからだった。プンと酒の匂いがしたので、どうやらかなり飲んできたようだ。酒が入っている時にどうかと思ったものの、明日になれば私の決意も鈍るかもしれない。意を決して私は口を開いた。あなた、ちょっと話があるんだけど。だが私の言葉は、夫の大声に打ち消されてしまった。一致、明日からまた急な出張でさ。15日ぐらい、海外に行くんだ。だから携帯も圏外になると思うよ。あなたが、海外へ？なんでそんなことになったの？だって夫は国内の営業担当なのだ。会社にはちゃんと、海外部門担当者がいるはず。私の疑問に夫も気づいたのだろう、慌てたように、こう言ってきたのだ。国内向けの製品を、今度海外に売り込もうってことになってね。俺が一番その製品のアピールポイントに詳しいから、レクチャーを兼ねていくことになったんだ。そうなの。正直、結婚と同時に商社を退職した私には、そんなことがあり得るのかさえわからない。何もかも、私が退職した13年前とは、違っているかもしれないのだ。戸惑う私に、夫は畳みかけるように言った。
明日出発して、戻りは月末かな。必要なものは現地にあるっていうから、パスポートと仕事道具だけで行くよ。じゃ、あとはよろしくな。そう早口で言うと、寝室に行ってしまう夫。私はその背を追いかけて、浮気を問いただす気をなくしていた。翌朝、夫が出て行った後、私はまたパソコンの前にぼんやり座っていた。夫の会社に電話をかければ、海外出張かどうかはわかるはず。そう思いながらも、どうしても踏ん切りがつかなかった。問い合わせをしたことが夫にバレたらと思うと、おじけづいてしまったのだ。そういえば、この続きをまだ見てなかったな。ふとそう思った私は、ドラレコの映像の続きを見た。多分、あの家に帰ってくる映像だけだろうと、思っていたのだが、私の予想は外れた。なんと二人はショッピングモールを出た後、そのままドライブに出かけたらしい。そしてドライブ中に交わされた会話を聞き、私は凍りついてしまった。妻は今じゃ化粧もしないから、おばさんどころかおばあさんなんだ。君の方が100倍は美しいよ。おかげで毎回、家に帰るのが苦痛でたまらないぜ。女捨ててる人って、私許せないなぁ。そんな家庭に帰らなきゃならないなんて、かわいそうで、涙が出そう。早く奥さん、離婚してくれればいいのにねぇ。キャハハと下品な笑い声を上げる浮気相手に、同調するように夫も笑う。ほんとだよ。でもあいつ、俺の両親の受けだけは良くてさ。それに息子も、私立中学なんか受かりやがったから、親父に気に入られているし。まさか受かるなんて思いもしなかったよ。ええ、パパなら子供を自慢すればいいじゃん。だって昔、俺が落ちた中学なんだぜ。俺とあいつの子だから、絶対無理だと思ってたのに。父親の面目丸つぶれだよ。ああ、あんな生意気な息子より、可愛い娘が欲しかったな。じゃあ私が産んであげる。だから早く離婚してね。ああ、任せろよ。笑い合う二人の声に、私は吐き気をこらえるのが精一杯だった。どうして、なんでこんなこと言うの？息子が難関中学を受験したいと言った時、頑張れと応援したのは嘘だったの？私と離婚して、その人と暮らしたいの？私が化粧もしないおばさんだから？悲しみの後、込み上げてきたのは怒りだった。一度は許そう、なんて思っていた自分がバカだった。こんな男、こっちからのしつけてくれてやる。そう心を決めた私は、SD カードとパソコンを持ち、あるところへ向かったのだった。夫から慌てたように電話があったのは、すべての手配が終わった翌日だった。いっち、今どこだ？お前、俺の荷物どうしたんだ？あら、海外出張中で、携帯繋がらないんじゃなかったの？私が明るく言うと、夫はやっと設定を思い出したようだ。その、今は大丈夫なんだ。それより荷物。夫がなぜ慌てているか、私にはよくわかっていた。浮気相手のところに宅急便で夫の私物が届いたから、きっと仰天したのだろう。あなたの荷物、家に送ってあげたのよ。B子さんとの表札が出ている家、あなたの住まいなんでしょ？私と息子は引っ越すことになったから、邪魔になった荷物はそちらに送ることにしたの。引っ越しだって。待てよ、誤解なんだ。話せばわかるから。夫の声は震えていた。まさか全てがバレているとは、思ってもみなかったのだろう。でもこんな女の口だ。ああ、それから、住んでたマンションは売却しちゃったから。もうあなたの持っている鍵は使えないわよ。夫はショックを受けたようだった。そんな、だってあのマンションは、親父が俺に残してくれるって言ってたじゃないか。なんで勝手に売るんだよ。と、怒鳴る夫に、私は笑って言った。売ったのは私じゃないわ、お父さんよ。あなたの浮気、お父さんたちにもバレてるからね。それを聞き、電話口の向こうで夫は絶句していた。まさかこんなことになるとは、私も思っていなかった。あの日私は、パソコンと SD カードを持ち、離婚することになると義両親に告げに行ったのだ。浮気をするばかりか、私と息子を侮辱する夫とは、もう一緒に暮らせないからと。ドラレコの映像を見た義両親は、真っ青になっていた。しばらくした後、義父が静かに聞いてきた。一致さん、息子が離婚されるのは当然だ。でもこれからどうするのかね？ご実家に帰られてしまうのかい？正直、そうするしかないと思っていた。私は仕事もしていないし、他に頼るところもない。せっかく私立中学に受かった息子には悪いが、場合によっては転校も考えなければ。私がそう言うと、義父はしばらく考えた後言った。一致さんたちが住んでるマンション、あれは投資用に買ったものでね。そのうち売るか、息子の名義に変更しようと思っていたんだ。それは夫から聞いて知っていた。だから私たちは市内の 3DK という広いマンションに、管理費のみ払って住めていたのだ。でも決めたよ。
息子には譲らない、孫のために使う。ええ。お父さん、それは。するとギフは、私に頭を下げていったのだ。だから孫は、このまま中学に行かせてやってくれ。君たちの面倒は私が見る。マンションを売った金は教育資金に充ててほしい。だから、孫にだけはどうか。ギフの真剣な気持ちに胸が熱くなった。自分の母校に通う息子のことが、ギフはよほど気に入っているようだ。だからなおさら、息子などいらないと言った、夫の言葉が許せなかったのだろう。こんなに怒っているギフを見るのは、私も初めてだった。わかりました、顔を上げてください。そうして私は義両親と打ち合わせをした後、自宅に戻り、息子と話した。息子は冷静に私の話を聞いてくれた。おじいちゃんが、私たちの面倒を見てくれるって。お母さんと来てくれる？恐る恐る聞いた私に、息子はかすかに笑って言った。お母さんについてくって言ったじゃん、僕。正直、学校辞めるのも覚悟してたんだ。でも辞めなくて済むなら嬉しい。一緒におじいちゃんのところに行こうよ。感激した私は、少し背が高くなった息子を、思わず抱きしめてしまった。それから私はいろいろな手続きに追われた。売却は義父が何もかもやってくれたが、引っ越しには義母が手伝いに来てくれ、助かった。義母も夫の勝手な言い草に、心底頭に来ていたようだった。夫の荷物をどうしようと悩む私に、浮気相手の家に送ればとそそのかしたのは義母だ。表札まで出して夫婦気取りなんだから。荷物を送りつけたって構わないでしょ。ゴミとして処分するのだって、お金がかかるのよ。あんなクズ息子のために、理解金を払いたくないわ。義母の言い草に私はくっと吹き出してしまった。そうして私は夫の荷物を送りつけた後、義父の持つマンションの一つに、息子と一緒に引っ越したのだった。マンションの売却金額は6000万ちょっと。それを義父は息子の学資保険やら信託やらにして、譲るつもりだと私に言った。そして、自分たちの財産は、絶対に夫にはやらないとも言ってくれたのだ。夫は自分が義両親の相続から外れたと知り、物も言えないようだった。そんな、イッチ、勘弁してくれよ。俺が悪かった、だからもう一度。そんな夫の声を、私は遮って言った。荷物の中、よく見てね。離婚届が入っているから、それに署名して。じゃないと会社にバラすわよ。あなた、その家借りるのに、住宅補助手当を使っているでしょ。図星だったらしく、夫はうめくような声を上げた。浮気相手の家に表札まで出していたので、変だとピンときたのだ。私たちのマンションは持ち家扱いになるので、夫の会社からは何の補助もない。夫は多分小遣い稼ぎのつもりで、浮気相手の家を自宅だと偽ったのだろう。当たり前だが、これがバレれば横領になる。離婚届書かないと、出るとこに出てもらうことになるわ。あなたも会社にバレたくないでしょ、だから。証拠はあるのか。俺は認めてないぞ、浮気しているなんて。なんと夫は往生際悪く、浮気を認めないと言ってきた。私は苦笑するしかなかった。こんなのと、一度はやり直そうと思っていたなんて、本当にバカだったと思ったのだ。証拠ならあるわ。車についてたドラレコ、あれにバッチリ映ってたわよ。浮気するなら車の中も用心しないとね。そんなはず。だってあれは、事故があった時しか録画されないはずじゃ。私はため息をついて言った。あなた本当に私の言うこと、何にも聞いてなかったのね。車の点検の時に、最新のと交換したって、ちゃんと言ったわ。化粧もしないおばさんの言うことだから、聞き流していたんでしょ、きっと。夫はやっとそのことを思い出したようだった。じゃあ、全部ドラレコに。あなたと B 子さんの会話もバッチリよ。ああ、お父さんたちにも見てもらったから。それを聞いて、夫は悲鳴のような声を上げると、電話を切ってしまった。その後、夫が義両親に詫びに行って塩をまかれたり、浮気相手に弁護士を通じて慰謝料を請求したら、別れるから払わないと逆ギレされたりしたものの、私と夫の離婚はなんとか成立。息子は今も元気に、中学校に通って楽しく勉強中だ。一度、元夫が学校に押しかけて、息子に会いたいと先生方に訴えたことがあるが、息子本人が厳しく跳ねつけたため、守衛に追い出されたそうだ。息子は、そんな人知りません、と先生に告げたらしい。それを聞いた元夫は肩を落として帰っていったという。それから住宅補助手当の横領の件は、元夫と別れた浮気相手が腹いせにチクったため、すべてバレてしまった。夫は今、横領した手当の全額返還を、退職するように言われているようだ。義両親の相続からも外され、会社からも追い出されそうになっているが、自業自得だと思っている。浮気相手とも別れたのか。
金の切れ目が縁の切れ目ってやつかな。ざまあ。一致の息子さん、私立中学辞めなくて、本当によかったね。OB のおじいちゃんも、援助してくれるなんて、いい人だ。今回は、夫が出張と嘘をついて浮気旅行している間、一致と息子が全てを手に入れて逃げる話でした。もしもあなたが一致のような目にあったら、どうしますか？コメントにて教えてくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ちなみに、ドライブレコーダーの搭載率は、2022年には 49.3% にまで上がっています。